今日からヒットマン、第4話、深沢達也、山本、&山本舞香、千夏、がデート中にピンチに。相葉雅紀が主演を務める金曜ナイトドラマ、今日からヒットマン。第4話が、11月17日、金曜日23時15分より放送される。本作は、2005年から2015年まで、週刊漫画娯楽、日本文芸社、にて連載された漫画家、美宇宏氏によるガンアクション漫画の最高傑作を完全ドラマ化。相葉さん演じる、妻に頭の上がらない平凡なサラリーマン稲葉重吉が、ある日突然事件に巻き込まれ、愛する家族を守るため、サラリーマンとヒットマンの、二刀流、の生活を送ることになるアクションコメディドラマ。サラリーマン、重吉を振り回す、やる気なし、責任感なしのダメダメな部下、山本照久役に深沢達也、スノーマン、伝説の殺し屋、二丁の恋人で、ヒットマンにさせられた重吉の相棒となる千夏役に山本舞香が出演。また、重吉の妻、美佐子役に本刈谷由衣香、重吉の息子役で木村祐樹が出演するほか、筧利夫、勝村政信、本田力ら豪華キャストが脇を固める。さらに、第3話からは小沢仁志が、コンビニ、本部長役として登場している。